を行います。柳瀬博文君。はい、午前に引き続いてですね、質問させて、コロナ対策について質疑をさせていただきたいと思います。まあ、安易な行動制限は控えてくださいというお話をさせていただきました。で、この行動制限をしようとするのはですね、医療逼迫をどうやって回避するかということが大きなテーマだからだと思います。で、なぜこの医療逼迫がコロナについて起こるのかといえばですね、それはコロナを受診できる医療機関が極めて限定されているからだと思います。重要なことは、季節性インフルエンザと同様にですね、地域でしっかりと医療、このコロナをですね、受診できる体制を整備すること、これが重要だというふうに考えています。その上では、この感染症法上の分類を変更すること、これが不可欠だというふうに考えています。私たち維新の会はですね、この2類を5類にということ、これずっと提言をしてきました。その結果、今回の感染症法改正案の修正案には、この速やかに検討を加えるという一文が入ったということで、これ、やっとですね、重い腰が上がったんだなということであります。もうこれ、感謝を申し上げたいというふうに思いますけれども、ではですね、厚労大臣にお伺いしたいと思いますけれども、早急に検討するんだということを、いろんなところでおっしゃってますが、これはいつまでに検討を終えるのか、お伺いしたいと思います。加藤厚生労働大臣。まず現在は専門家のご意見をいただきながら、新型インフルエンザ等感染症という分類は、これは当面を維持しつつですね、柔軟に対応していくということで、で現在、その冬における新型コロナとインフルの同時流行に対する対応を議論していただいてますが、まさにその前提にあたっては、今の位置づけを前提にして、各都道府県にですね、準備をいただいているということであります。でただ、感染症扱いについては、新型コロナの病原性、感染力、変異の可能性、先ほど午前中、挙げておられましたが、そういったところをどう評価するについて、やはり国民の皆さんの理解を共有できる、こうしたベースを作っていくことが必要だと考えており、昨日も厚労省のアドバイザリーボードで、専門家の皆さんに分かりやすい考え方を深掘りしていただくようお願いをしたところでございます。で、さらに今お話がありましたように、衆議院における感染症法改正案に速やかに検討を加え、必要な措置ということでございますので、それを踏まえて、専門家等のご意見も聞きながら、最新のエビデンス等に基づきながらですね、総合的にかつ早期に議論を進めていきたいと考えております。柳瀬博文君。はい、ぜひ早急な検討をお願いしたいと思います。これは医療逼迫は、これからですね、第8波、それからインフルエンザの同時流行ということで、想定されることなんですよね。ですから、広くこのコロナを医療機関で見られるようにしていくということが重要だと考えますので、ぜひ早期にですね、これ、検討していただきたいとお願い申し上げたいと思います。で、これ、2類のままですね、この対応の継続していくことが困難だと。ということはですね、これ、お金の面からも指摘できるというふうに思います。これ、医療提供体制の整備のために、2年半で17兆円投入されました。新型コロナを特別扱いすることによって、病床確保料などは、平時の2倍から12倍程度になっています。パネルを出してください。こちらはですね、国立病院機構や公立病院の経営状況を示したもので、これも財務省のお資料をもとに作ったものですが、見ていただいたら分かるとおりですね、これ、コロナ特需によるバブル状態という結果になっています。それまでトントンで運営してきた国立病院も、900億円というですね、巨額の黒字を計上していると、利益剰余金も800億円と。とてもですね、考えられないような金額を計上しているわけですね。で、これ、国立・公立病院でも、これだけの黒字ということですから、多くの民間病院も同様の状況にあるんではないかと推定できるわけであります。確かに当初は、これ、医療提供体制の整備のために、潤沢な資金を投入するという必要があったことは認めます。けれども、これだけのですね、黒字を出すだけの資金投入が本当に必要だったのかどうなのか。そして重要なことはですね、これをいつまで続けるのか、この資金注入をですね、いつまで続けるのか、これが重要なことだというふうに思います。今回の補正予算でも、コロナ医療関係予算として2兆7000億円計上されています。症状が季節性インフルエンザ程度に落ち着いた中で、これが妥当なのかどうか、これ、どのように評価されているのか、お伺いしたいと思います。加藤厚生労働大臣。新型コロナの対応では、入院患者への医療の提供、発熱外来の整備、ワクチン接種体制の整備など、多岐にわたる課題に、臨機応変に対応するため、
まず医療機関が経営上のリスクを払拭できる水準に設定した支援措置を逐次行ってまいりました。まあ、具体的にはコロナ病床確保、医療従事者の派遣体制の構築、ワクチン接種の促進などを行い、例えば最大 4.8万床の病床確保、4.1 万の施設の発熱外来、約 3.5 回のワクチンの接種、まあ、こうしたことを実現をしてきたわけでありますので、まあ、まさに今言った財政支援によって、こうした体制は構築できるという、構築してきたところでございます。ただ、さらに今後、まさにこれから第8波が議論、さらには季節性インフルエンザの同時流行、まあ、それに対する体制を作っていく、あるいは維持していくということにおいて、引き続きこうした対応は必要だというふうに考えているところでございます。柳瀬博文君。私は全く必要ないということを言っているわけではないんですけれども、ただこの結果論を見るとですね、結果を見ると、まあ、これ、巨額の黒字を計上しておるということが出ているわけですから、これが本当に適正なのかどうかということはしっかり評価していただきたいというふうに思います。で、財務大臣にお伺いしたいんですけれども、まあ、今、防衛予算の増額と、われわれこれ賛成です、しっかりと増額していかなければいけないと思いますけれども、これ、安易な増税にですね、頼ることなく、まあ、こういった予算をですね、しっかりと適正化していくということが必要だというふうに考えますけれども、財務大臣の見解を伺います。鈴木財務大臣。新型コロナの感染拡大防止等に万全を期していくということ、これは大変重要なことでありまして、これまで医療提供体制の確保を始め、国民の命と暮らしを守るために必要な支援を行ってまいりました。こうした中で、今、柳瀬委員からお話も出ましたけれども、コロナ特例による病床確保等、確保料等によりまして、国立病院機構、地域医療機能推進機構では、収益が大きく改善をいたしまして、多額の積立金が蓄積されているほか、有効期限が到来をし、やむを得ず廃棄される見通しのワクチンもあるものはあるということは事実であると思います。コロナ禍からの社会経済活動の正常化が徐々に進む中におきまして、医療提供体制の確保を含めた今後の新型コロナ対応のための支援につきましては、こうした状況や新型コロナの性質の変化等も踏まえた見直しを行いつつ、平時への移行、これを図っていくことが重要であると考えております。柳瀬博文君。はい、全く同じ認識です。ぜひ適正化をですね、図っていただきたいと思います。今、ワクチンの問題もおっしゃいましたけれども、これ、厚労大臣にお伺いしたいんですが、これまで契約したワクチンの数量からですね、使用した数量、もしくは供与した数量、これを引いた数量はどれくらいになっているのか、またその想定される金額はどれくらいなのか、これをお伺いしたいと思います。加藤厚生労働大臣。現在までの新型コロナワクチンの契約量の合計は8億8200万回分であります。で、そこから本年9月14日時点までではありますけれども、接種回数の合計である約3億2031万回を差し引き、さらにアストラゼネカ社のワクチンについては6230万回分をこれキャンセルしました。それから4400万回分は海外に供与いたしました。で、それを全部足しますと、約4億5539万回分となります。で、すみません、差し引くと残りが4億5539万回分となります。で、さらにこの中には、現在接種を実施しているオミクロン株対応ワクチンが1億9500万回分、また、最終的な未納入分がキャンセル可能となっている武田社のノババックスワクチン。約 1.5 億回分なども含まれているところであります。まあ、こうした点に留意していただく必要がありますが、仮にこの4億5539万回分を総予算措置額を総契約数量で割った単価、これが2725円となりますので、これはまあ単純に乗じますと約1兆2409億円となります。柳瀬博文君。ワクチン 4.6 億回分余っていて、まあ、1兆2400億円分であるということでした。これをどう使うんでしょうか、どのように使い切ることはできるんでしょうか。加藤厚生労働大臣。今申し上げた約4億6000万回分の中からですね、オミクロン株のワクチンを除くと、約2、ごめんなさい、
オミクロン株の年末にかけてオミクロン株対応ワクチンの1億人分を除くとですね、約 3.6 億万回、6億回分になります。で、そのうち従来株ワクチンの約 2.6 億回分については、先ほど申し上げたあのノババックスワクチンの 1.5 億、これはまあ最終的に未納入の分はキャンセル可能となります。それからアストラゼネカ社のワクチンはすでに約1000万回分を廃棄をしております。で、残りの約 1.5 億回分は、成人の初回接種、未接種のほか、小児や乳幼児に活用するもの、成人については初回接種を年内に完了していただくよう周知をしていると、引き続き接種を促進をしておりますが、その上でも最終的に使われずに有効期限が到来した納入済みワクチンは、医薬品の適正な管理の観点から廃棄せざるを得ないと考えております。また、先ほど申し上げた約 1.0 億回分のオミクロン株ワクチン、これはすぐに接種ということを想定してないわけでありますが、これについては、このワクチンの活用法については、今後接種の在り方を検討する中で、ですね、適正に考えていきたいと思っております。柳瀬博文君、はい、大量に廃棄されるということですし、これをオミクロンのですね、1.9 億回ということについても、これ、なかなか接種進まないと思いますよ。今接種率どんどん低くなってきてますよね。これは季節性インフルエンザレベルであるということが認識が広まったということもそうですし、このワクチンのですね、健康被害に対する不安が広がっているということもあると思います。これ、疾病障害認定審査会の審議結果を見ると、コロナワクチンによる健康被害について、これまでの受理件数は5207件と、認定件数1228件。というふうになって、認定率 89.2% となっていて、9割近くの事案が被害認定されているわけですけれども、これ、審議中のものがですね、3830件ということで、なかなか進んでいないという現状があると思います。この審査処理を急ぐべきと考えますけれども、いかがでしょうか。加藤厚生労働大臣。ご指摘のように、この健康被害救済、これはしっかり審査は特に迅速化していかなければならないと思っております。審査開始当初から一定の条件を満たす申請については、自治体からの提出資料を簡素化する、あるいは国の審査会に新たな新型コロナワクチン専用の部会を設置するなど取り組んできておりますが、さらに加速化を図るために審査会の開催頻度を増やしていく、あるいは事務局機能の増強なども行ったところでありますけれども、まだまだですね、対価があるわけでありますので、さらに審査事例の、これまでの審査事例の経験も踏まえて、もう詳細な審査をできるだけ簡略化するなどですね、迅速な共済が進むような必要な措置をさらに講じていきたいと考えています。柳瀬博文君。これ、今、5000件近くの受理件数ということですけれども、私、これは大きな数字だというふうに考えています。で、大臣に聞きたいんですけれども、この健康被害の大きさですね、他のワクチンと比較して、どのレベルであるという認識をされているのか、お伺いしたいと思います。加藤厚生労働大臣。想定されている数字は、まさに今お話をさせていただいた予防接種健康被害救済制度における数字をおっしゃっておられるんだと思いますが、これに関しては厳密な医学的因果関係を必要とせず、予防接種によって起こることを否定できないものも対象に、これ、幅広い救済をする、こういう制度でありますので、単にこの制度における申請件数や認定件数をもって、予防接種のあり方、議論するのは必ずしも適切ではないと思っております。で、他方で副反応を疑う症状については、医療機関などから報告された情報を収集し、関係審議会で個別症例の評価や、集団での系統的な分析評価によって、予防接種の安全性等を評価した上で、必要な措置を講じてきたところであります。で、これまでも具体的な対応を取らせていただきましたが、接種そのものを中断すべきという判断は、特に出されてはおりません。柳瀬博文君。はい、この健康被害救済制度ですけれども、厳密な因果関係は求められないものをですね、これ、厚労省のホームページを見ると、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものであるということですから、これ、因果関係はあるんですよ。因果関係はありますよ。ただ、それは厳密かどうかと言ったら幅広に取っているというのが、この救済制度ですよね。で、これは5000件で、今 89% ぐらいの認定率ということは、私はかなり大きな数字だというふうに思いますよ。その上で、じゃあ、この被害、健康被害はですね、どれくらい積み重なったときに、じゃあ、これは立ち止まって検討しようということになるのか、その点についてお伺いしたいと思います。加藤厚生労働大臣。
今おっしゃられた認定は、認定件数、留保件数、あるいは対応しませんといったものを分母に置いた上での認定件数のことをおっしゃっておられるんだろうと思いますが、ただまだそこまで至ってないものはたくさんある、先ほど申し上げたように、だから まずそれをですね、しっかり審査するということが必要だ、それから今申し上げたのは、逆に言えば、できるだけ救済をしていくという立場でやらせていただいている救済制度と、このもの自体の接種をどう考えるかというのは、これはやはり分けて考える必要があるというふうに考えております。したがって、重複しますけれども、副反応を疑う症状について、別途関係審議会でですね、個別の症例の評価、あるいは一個一個だけじゃなくて、全体として数学的にですね、統計的になんか系統的な分析評価、そういったものによって安全性をこれまでも見てきているところでございますので、引き続きそうした評価を重ねながら、しっかり重ねながらですね、適正な接種が行われるように努めていきたいと思っております。柳瀬博文君、はい、総理にお伺いしますけれども、これ、オミクロン株はですね、インフル並みになったということなんです。で、このワクチンはですね、緊急承認ですよ、特例承認で、あくまでも承認されたものです。緊急時だから特例承認したものですね。で、今、緊急時ではありません。そういったことを踏まえると、この健康被害のですね、今の数等々を鑑みて、これ、一度立ち止まって検証するべきではないかというふうに考えますけれども、総理の見解を伺いたいと思います。岸田内閣総理大臣。予防接種健康被害救済制度に関する答弁は今、厚生労働大臣からさせていただいた次第です。そして、立ち止まって検証するべきではないかというご指摘ですが、これはコロナとの戦いは刻々と状況が変化をしています。絶えず専門家の意見も聞きながら、この政府としては実態把握に努めている、こうした状況、体制をずっと続けております。ご指摘の点も含めて、この新型コロナとの戦いについては状況を把握し、政府の対応については専門家の意見も踏まえながら、検証をし続けていく、これが基本的な姿勢ではないかと認識をしています。柳瀬博文君。そのワクチンのですね、是非を問う分科会等がですね、やっぱり信頼がなかなか置けないという疑義がですね、今上がっているわけであります。これは政府の厚生労働省のアドバイザリーボードのメンバーであった方がですね、ファイザーに転身をされたというのがつい最近の出来事であります。それからこのワクチン分科会のメンバーの中には5年間ですね、ファイザーの統括部長をされてきた方も入っていると。これ利益相反じゃないですか。加藤厚生労働大臣。厚労省の審議会においては参加規定等を踏まえて調査審議されるワクチンの製造販売業者等との間で特別の利害関係を有することが判明した委員については、審議または議決に参加させない等の対応を取っているところであります。特別の利害関係というのは、例えばワクチン製造販売企業の役員、職員であること、あるいはそこから寄付金を受け取っている、こういった過去3年の間に寄付金を受け取っている、こうした事情でありますけれども、今お話があった委員等については、審議会の開催当時、委員からの申告等の内容から、企業との特別な利害関係はなかったことを確認しております。また、当該審議会等の議論の結果や、それを踏まえて実施した予防接種施策の公平性、正当性は損なわれていないものと思います。と考えております。また、アドバイザリーボードの話がございましたが、アドバイザリーボードの役割は、新型コロナウイルス感染症対策を円滑に推進するにあたって必要となる医療公衆分野の技術的専門的な実行について、厚労省に必要な助言を行うということで、特定の例えばワクチンの製品等に関する調査審議を行う場所ではございません。また、当該委員はファイザー社に入社して以降、アドバイザリーボードには参加をしておりません。そういったことから問題はないと考えております。
柳瀬裕文君。私は問題があると思いますね。やっぱり過去5年間ファイザーの部長をやってた方がワクチン分科会にいらっしゃる。でそのワクチン分科会の中で、まあ、特にですね、まあ、この承認に努力義務を課すという議論の時にですね、まあ、これは努力義務を課さなくてどうするんだということで、まあ、かなりですね、私はこの方の発言をずっと追ってますけれども、もうかなり偏った発言だなというふうに私は感じるわけであります。こういうですね、外形的に見て利益相反に見えるようなですね、ワクチン分科会等の議論が国民の信頼を得られるのかどうなのかということですよ。そして健康被害はこれだけ出ているということですね。これはぜひですね、総理検討していただきたいと、このワクチン分科会の在り方等を検討していただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。岸田内閣総理大臣。今、たちまち分科会のありようについて、問題があるとは認識しておりません。さまざまなご指摘については、謙虚に受け止めて、政府としてのありようについては、足元を見直していく、こういった姿勢は大事にしていきたいと思いますが、具体的に今、分科会のありようについて、変えるというようなことまでは考えておりません。柳瀬裕文君。国民の間にはですね、このワクチン接種に関して、まあ、かなり大きな不安が、あります。ですから、接種率が上がらないというのは、そういうことですよね。だからその声をですね、しっかりと真摯に受け止めていただきたいと思います。で、これまではやっぱりリスク、このコロナに罹患することによるリスクはですね、極めて高かったということがあります。それが今、状況が変わったわけですから、ここはもう一度ですね、検討いただきたい。まあ、このことを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。以上で柳瀬裕文君の質疑は終了いたしました。次に伊藤孝恵さんの質疑を行います。